スカット。スカット。スカットは、ソビエト連邦が開発した R-11 弾道ミサイルと、その改良型地対地ミサイルに付けられた NATO コードネームである。スカットを独自に改良したミサイルが各国で開発されており、これらのミサイルが総称として、スカットと呼ばれることもある。スカットとは、英語でちぎれ雲、風に流される雲の意。スカットは、 第二次世界大戦中に、ドイツが開発した V2 ロケットのソ連版、拡大コピーである、R、R-1、SS-1A をもとに、オーク部 -1、後のコロヨフ設計局によって1950年代初期に、開発が始まり、1957年に、R、R-11、SS-1B スカット A が、ソ連陸軍、当時戦略ロケット軍は、まだなかったに配備された。 この後、マキー F 設計局によって推進系が改良され、射程が伸びた R-17、SS-1C スカット B が開発、配備されている。新たなスカットは、敵部隊や、敷地点、飛行場といった重要拠点を破壊する用途を与えられていた。ソ連海軍では1970年代前半に、スカット、ソ連名、エルブルス。エルブルスは、 コーカサス山脈の最高峰の垂直発射型艦対地ミサイルであるエルブルス M を搭載艦であるミサイル巡洋艦プロジェクト1080と共に開発していたが SS-20 ピオネル中距離弾道ミサイルの開発が優先されたために搭載艦と共に開発中止となったプロジェクト1080は空母戦力を持たなかった当時のソ連海軍が その代替として計画したもので、50機を4つ、計200機の VLS を備える予定であった。このように、ソ連でも徴用されたスカットであったが、1989年に登場したスカット D がオリジナルの最終型とされている。週末誘導に目標称号レーダーを搭載したタイプで、セップが50メートルと大幅に改善している。スカット D を除き、 現在では旧式化しており、ソ連のスカット A、B は、1980年代に SS-23 スパイダーに置き換えられて、退役した。しかし、旧東側、中東諸国などでは現在でも多数が、実戦配備されている。NATO とアメリカ軍はスカットを4種類に分類しており、NATO コードネーム、DOD 番号はそれぞれ、スカット B、SS-1C。 スカット C、SS-1D、スカット D、SS-1E と呼称している。スカットは、主に電話、トランポイレクターランチャー、輸送機律発射機と呼ばれる大型の車両に乗せられて、移動するため機動力に優れている。初期には、早期式の電話が用いられたが、その後送輪式のマス -543、重トラック及びその派生車種が多用されるようになった。 この電話は発射台も兼ねており、発射時にはスカットは90度起立する。この仕組みは後の東側諸国の弾道ミサイルでも多用された。冷戦中のソ連は当時の友好国への軍事援助として多数のスカットビーを輸出した。スカットが初めて実戦利用されたのは1973年の第4次中東戦争だった。エジプト軍は休戦の直前に イスラエルへ4発のスカット B を発射した。1発はイスラエルが占領していた市内半島のアリーシュ港に2発はイスラエル軍のスエズ運河における共闘法を目標とした。スカットは基本的なロケットに近く比較的簡素な構造のため技術力の乏しい国でもある程度の水準があれば複製が可能で一部の国では模倣品や拡大改造版が製造された。 1970年代にソ連と対立し始めたエジプトは中国と北朝鮮にスカットを無断で与え、中国と北朝鮮はリバースエンジニアリングを行ってスカットの技術を習得しており、後に中国と北朝鮮の技術者はエジプトでスカットの改良にも関わっている。北朝鮮はスカットを元にして射程 1500km 以上の準中距離弾道ミサイルノドンを開発した。 北朝鮮は弾道ミサイルの輸出を前かを獲得する手段として用いており、イラン、シリア、イエメン、パキスタンなどにスカットと,とノドンや製品の他に製造技術も売却しており、イランのシャハブやパキスタンのはその技術をもとに作られた。1986年に行われたアメリカ軍のリビア爆撃の際には、リビアから報復としてイタリアのランペルジューザ島に置かれていた。 アメリカ沿岸警備隊のロラン施設にスカットが発射されたが目標を外れた。イラン・イラク戦争では双方の国によって大量のスカットが利用された。イラクはソ連から購入したスカットとその派生型あるフセインを520機発射し、イランはリビアから購入したスカットを177機発射した。双方の首都が目標となり市民の犠牲者も発生した。 ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻では2000機に及ぶミサイルが発射され、また湾岸戦争ではアルフセインがイラクからサウジアラビアに45発、イスラエルに40発が発射され、アメリカ軍はパトリオットミサイルを用いて迎撃した。チェチェン紛争でもロシア軍が使用している。2015年6月にはイエメンから同国の内戦に介入したサウジアラビアに対して一発が、 発射され、撃墜されたと報道された。スカットは、短距離弾道ミサイル、SRBM に分類される一段式の、常温保存液体燃料ロケットである。発射に際して、弾体を垂直に設置し、燃料を注入し、目標を入力設定する。この作業には1時間ほどを要するため、仮に敵軍に発見されると容易に破壊される、脆弱性はある。ただし、 スカットは通常、自走式発射機などに搭載され移動するため、発射前に位置を特定することは困難とされる。また、燃料注入状態でも90日間は保管可能と考えられているため、運用次第で即応性を保つことは相応に可能とされる。発射されると、予定された高度や速度に達するまでロケットモーターが作動る。通常は、 高度 100km まで上昇し、その後は弾道を描いて M4 の速度で目標に突入する。スカット D においては終末誘導も加わる。典型的な弾道ミサイルはロケットモーターの燃焼が終わると弾頭を分離するが、スカットは基本設計が比較的古いためロケットモーターと弾頭は一体のまま落下していく。ただし、 スカット D と北朝鮮が開発したスカット ER やこれを拡大改造したノドンは弾頭が分離する。弾頭としては低ロードに合わせて高性能爆薬を用いた通常弾頭の他に核兵器、化学兵器、生物兵器などの大量破壊兵器を使用可能である。通常弾頭の中にもクラスター爆弾などのいくつかのバリエーションがあるとされる。 核ミサイルの使用は以下の通り、数値のいくつかは推定値であり、資料により表記にばらつきがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。